したばっかりで、帰ってきたばっかりで、やっぱし日本のキッズはええなおい、もうバリバリでいいやつ録音して帰ってきたんで、もう騒がしくなければハードロックやないと言われた日本をのイメージをね、ぶっ壊そうと思って頑張って作ってきたんでね、オーライ。じゃあその中から今日いいやつを一曲いこうか。オーライ、くどI'm not afraid to die.
お前とおきに、これからね、長いこと生きていく上に悔しい思いは何度もするけど、その時みんな戦おうぜ、一緒に叫ぼうぜ。オーライ、よし、その見知らぬ冷たいやつから目の前にある冷たいガラスの壁をぶち壊そうぜ。
か本当にエキサイティングなね久しぶりの、コンサートを見せてくださいましたね、で彼らも言ってたように、ついこの間、7月の19日に、日本に帰ってきたばかり、ってことはどっか行ってたんですよね。あの2枚目のアルバムフューチティブもそうだったように、サンフランシスコでレコーディングしたんですね。サンフランシスコでレコーなんででもサンフランシスコでレコーディングなんですか。それがですね、先ほどちょっと聞きましたらですね、やっぱりサンフランシスコには僕らのやっぱりフェイバリットグループ、ね、あのいわゆるジャーニーとか、ナイトレンジャーとか Y&T とか、そういうグループが住んでるところであると、でそこでやっぱり僕たちもレコーディングしたいと、ただそういう憧れで、レコーディングするだけです、そういうふうに答えてましたけれどもね。それでは早速次のグループ紹介したいと思います。 Are you ready for the makeup? Our most exciting band brought here today. Let's start out with the makeup.
はい、メイクアップでした。皆様ね、もう一度大きな拍手をどうぞ。このメイクアップなんですけどね、今レコーディングの真っ最中でね、夏から秋にかけてはなんかライブ活動もしていくっていうんでね、そっちの方も楽しみにしたいと思うんですけど、そうですね、メイクアップってどういう特徴があるんですか？まあこういったタイプはですね、あんまりこう今までの日本のグループにはちょっとないタイプだったんですよね。あ、そうなんですか。
まあ、それと彼らも、うん、先ほどのねアシエカと同じように、うん、まああのナイトレンジャーとかジャーニーといったグループね、うん、アメリカ系ハードロッカーに通じてるのは明白ですけれどもね、まあ、それ以外にね、はい、そういうのをコピーするとかそうじゃなくてやっぱり独自のスタイルっていうものをね、うん、確立していこうとしてるのがよくわかりますね。そうですね。はい、今日のスペシャルゲストアン・ルイスさんをお迎えするわけなんですけどね。そうですね、はい、アン・ルイスといえばですね、我々は よくですね、写真を使うのにですね、過去のちょっと古くなった写真は絶対に使えないという人なんですよ。でそれだけにですね、いつもなんかね、そのヘアスタイルとかファッションが違うんですよね。どうしてなんでしょう、女の人って。それでは早速スタンバイの方は OK なようなんで、早速ステージの方行ってみたいと思います。 Ladies and gentlemen, please welcome our special guest today, the most fashionable lady here, Miss Anne Lewis with Pinks. インターミッションタイムじゃん。これもんでずっとやんなきゃいけないしね。今日はヘビーメタルデイっていう感じなんだけど、私もなんで私が行くの、浮いてんじゃんみたいに言ったんだけど、でも私は個人的にはヘビーメタ、大好きで、まあ楽しんで行ってください。よろしく。行こうか。The show go like
アンレイスさんお疲れ様でした。ありがとうございました。いやアンレイスってさ、なんか日比谷の野外音楽堂ってすごい合いそうな気がするんだけど、どうでした？なんかね、今日はやっぱりヘビーメタルの日だから、うん、なんかお客さんもそういうほらノリで来てるからね、う
私なんかの場合はほらさっき言ったニューウェーブ歌謡ディスコっていう部分がみんなになんか悪かったなって気がしちゃう。でもみんなすごいね、最後乗ってくれて、ねえ、でもほら今までほら2バンド出たでしょ、うん、まあそれと一緒にやって結構楽しいでしょ。そうですね、私は個人的にはすごいヘビーメタルっていうかハードロックすごい好きだから、うん、そういう意味では嬉しかった日ですね今日は。そうですね、うん、決して僕たち見ててもさ、うん、やっぱりそういう違和感とか何もなくて ね、やっぱりすごい合ってるなって、みんなお友達同士でやれてるなって気がするんですよね、はい、そうですよ。すいません気遣っていただきました。いえいえいえ、ありがとうございます。いえいえ、ところでね、はい、こう日本のロックこれほどね盛り上がってきたんですけれどもね、まあ、あんちゃんなんかほら前からやっててさ、こういう新しい若手のグループがいっぱい出てくる、どうですかね。だから私たちがもっとどんどん消えていかないと、もっとどんどん上がってこれないんじゃないかっていう感じはするけど。いやそんな消えるなんて言っちゃダメですよ、引っ張ってあげなきゃダメなの。そうですか、うん、いやもう、ね、とんでもないです、うん、いやでも本当嬉しい。だから日本もやっとそういうロック分かってくれる人が、うん、東京とかね、シティじゃなくだけじゃなくても、うん、割と日本的に分かってきたっていうことがすごい嬉しい。いよいよ本当にね、空もだんだんちょっとこう、ね、トワイライトタイムっていうのかな、だんだんね、暗くなってきて、うん、ぼちぼち、さっきカーッとこう、周りの緑もですね、うん、鮮やかに見えてたんですけどね、ね、なんとなくこう暗くなってきましたよね、うん、でもこの音楽野外音楽堂ではね、うん、もう盛り上がりだけはまだ忘れずに、なんかみんなすごい盛り上がっててね。そうですよね、うん、ぼちぼち始めたいと思います。いいですか。One of the hottest rockers in Japan, 44 Magnum! Oh!
こう注意事項事項でね、前の方には出てこないでくださいというのをこう忘れて、そうですよ ねそれぐらいね、なんかすごい迫力のあるステージだったんですけどね。まあそういうねエキサイティングにするね、はい、気持ちが僕も十分にわかりますけれどもね、はい、ところでエイミー、ヘビーメタルっていうどういうイメージ持ちます？そうですね、やっぱり最初ヘビーメタルっていう言葉聞くと結構、うん、暗いイメージっていうのがありますね。そうなんですよね、みんなそういうふうに言うんですけどもね、うん、この44マグナムは全く逆、暗いどころかで、ね、自分たちこうオープンにしてですね、伸び伸びとねしたサウンドを作ってますよね、うん、今後ろの方でね、次の最後の今日のこのコンサートの最後のバンド濱田真理さんの、セッティングをねしているんですが、すごいね、すごいですね、濱田麻里といえばですね、はい、もう本当にメタルクイーンの名が今一番ふさわしいですよね。そうですね、もうハードな、ね、リズムに乗ってねシャウトする時のねそのパワーすごいんですよ。そうなんですね、でほら普通見てると、こう可憐な感じなんですけどもね、すごい、どこにそんなパワーがあるのかとね、もう思わせるようなねパワーですけれども、はい、それでは紹介しましょう。 Okay, our last battle of the concert Sweet but powerful Metal QueenMari Hamada!「窓の実のない」
こんばんは、浜田まりです。私がみんなに聴いてもらうために心を込めて作ったミステリーレディ、次やりたいと思うんだけど、みんな来たいかな、来たいかな、来たいかな、いつの方も来たいかな、ヘッ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 ヘThank you.
Thank you.